関東自動車株式会社は、埼玉県埼玉市浦和区に本社を置く、貸切バス事業者である。特別支援学校のスクールバスをはじめ、福祉送迎バスなど、特定輸送を中心に、バス事業を行う。埼玉県バス協会会員。路線バス事業は行っておらず、また、栃木県に本社を置く同名のバス事業者、関東自動車とは、関係がない。 埼玉県を中心に特定輸送バスや貸切バスの運行、車両リース、自動車整備業、旅行業などの事業を行っている。福祉輸送に対応するため、車椅子でも容易に乗り降りができるリフト付きバスも数台配備されている。1964年に設立した共栄自動車工業が前身で、当時は自動車整備、販売を専門とする会社であった。 後レンタカー事業に参入後、幼稚園送迎バスを受け負うようになった頃、埼玉県から東京都内の養護学校に通う生徒の保護者から通学用バスを運行してほしいという要望が寄せられるようになった。当時、埼玉県内には養護学校はなく、東京都内まで通学するには電車通学か自家用車での送り迎えでしか通学手段はなかったことも、 通学用バスの運行要望が多く寄せられた要因であった。そこで1977年に特定自動車運送事業許可を取得し、埼玉県内の養護学校開校に合わせて運行を開始したのが関東自動車における福祉バスのきっかけである。以後、全国的にも福祉バスの先駆けとして発展してきた。バスの車体は、 イメージカラーの青色と黄色の2色を配した塗装で統一されている。スクールバスなどは、鉛筆や三角定規などの文房具をデザインした図柄が、貸し切りバスなどには、人をデザインした図柄がそれぞれ描かれている。岩月営業所、大宮営業所が大宮、富士見営業所が所沢、加藤営業所が熊谷、坂戸営業所が所沢及び川越、千葉営業所が 野田である。関東自動車が特定旅客自動車部門のみであった1995年に子会社として設立した車椅子対応観光バスを早くから導入していた。親会社である関東自動車が平成14年12月に一般貸切旅客自動車運送事業免許を取得しており2008年に経営統合により消滅した 平成工業観光バスで加盟していた埼玉県バス協会にそれまで非加盟であった関東自動車も加盟している。なお、平成工業観光バスの敷地は現在関東自動車の大宮営業所として現在も利用されている。JR 高崎線の線路沿いに位置している。ありがとうございます。